ジーン・クルーパはアメリカ合衆国のジャズドラマー。スウィング家を代表する名ドラマーであり、それまで伴奏楽器とみなされていたドラムスにスター性をもたらしたジャズドラム史における最も偉大なドラマーの一人。その影響はジャズ界だけにとどまらず、ベンチャーズのメル・テイラー、レッド・チェッペリンのジョン・ボーナム、カーマイン・アピス、キッスのピーター・クリスといったロックドラミングのパイオニアたちが、 クルーパを憧れの対象とした。1909年1月15日、クルーパはイリノイ州シカゴに9人兄弟の末っ子として生まれた。父親はチェコスロバキアからの移民だった。幼少からサックスや打楽器などに親しみ、先輩のデーブ・タフに連れられて、ルイ・アームストロング楽団のドラマー、ベイビー・ドッツ、ズー・ティ・シングルトンなどに支持し、ニューオーリンズスタイルのドラミングを身につけた。 ドラムスを選んだのは、アルバイトで稼いだ賃金で買える楽器のうち、一番安価な、ものであったからだという。1927年の初め、クラリネット奏者のメズメズローに、彼の楽団への参加を壊れて、メジャー活動を開始する。1929年から1930年に、かけて、エディ・コンドンのバンドや、レッド・ニコルズヒズ・ファイブ・ペニーズといった、ディキシースタイルのバンドを中心に、 活動の幅を広げ、次第にその実力を知られるようになる。1934年12月、かねて交流のあった、同じシカゴ出身のベニーグッドマンに誘われ、ベニーグッド漫画楽団に参加。1935年、ジャズ市では、伝説として語られる、ロサンゼルスのパロマーボールールームでの演奏では、ベニーグッド漫画楽団としての大成功はもとより、エキサイティングな、 クルーパのドラミングが注目され、一躍スタードラマーとなる。クルーパは、同楽団で、数々の名演を残すが、中でも、シングシングシングでのプリミティブで、アフリカ的な激しいドラムソロは、クルーパの代名詞とも言える演奏であり、ジャズにおけるこれまでのドラムの位置づけを覆す、一大センセーショナルを巻き起こした。そして、それまで、サイド楽器としての扱いに過ぎなかったドラムを、 フロントマン的なスター楽器として確立させた。クルーパは、ルックスも良かったことから、アイドル的な人気を博し、映画などにも出演した。1938年には、自身のリーダーバンド、ジーン・クルーパ楽団を結成し、若き才能の発掘に努めた。1943年、クルーパは、大麻所持の疑いをかけられて投獄され、楽団解散の浮き目に遭う。 彼の失態を聞きつけた元妻、エセルは、かつてクルーパが支払った、医者料10万ドルの小切手をそっくりそのまま彼に、手渡し、復縁した。同年グッドマン楽団に再参加し、1943年1944年には、トミードーシー楽団に参加。1944年から1951年に、かけ、再度事故のバンドを率いたが、商業的には、 かつての勢いを取り戻すことは難しくなった。楽団のメンバーであったバディ・デ・フランコは地に彼は非常に冷静かつ人間的にもいい人だったので事件はとても悲しいことであったと語っている。激しい競争を音楽社会において濡れ衣を着せることによる手落としはクルーパーのみならず多く、同楽団から独立したアニタオデーもはめられたと語っている。 第二次世界大戦後 RCA にビッグバンド編成での録音を残したが、すぐに小編成での活動を再開した。1950年代後半、クルーパは、レギュラーでのライブツアーの傍ら、ラベル、ディムスキー・コルサコフ、エドワード・マクダウェル、ベートーベンなどのクラシック音楽のスコアに取り組んだ。レコーディングを行ったが、発売には至らなかった。この頃クルーパは、 友人レナード・バーンスタインとジャズは公共曲に影響を与えたかというテーマの対談を行い、クルーパは決して影響は与えていないとした一方、バーンスタインは確かに影響を与えていると語った。後年クルーパは心臓病を患ったことで激しいプレイができなくなり演奏活動を縮小する。病気と戦いながらテレビ出演、ドラムバトル企画などを何とかこなした。 1972年に行われたルイ・アームストロングツイートーコンサートでは、オリジナルベニー・グッドマン・カルテットとして、オンシュ・グッドマンとの再演を果たし、カウント・ベーシー、デュー・ク・エリントン、リジー・ガレスピー、デイブ・ブルーベックなど大物が居並ぶ中、その日の出演者唯一のスタンディングオベーションを沸き起こした。1973年10月16日、白血病により、ニューヨークで死去。 スウィングジャズ機の黄金時代に活躍したドラマーであるが、プレイスタイルはニューオーリンズジャズやディキシーランドジャズがベースになっており、そこにドライブ感あふれるスウィングのノリが加わることで独特の雰囲気を作り上げている。手数や技巧に走るタイプではなく、演奏はシンプルであるが、ソロをとってもバンドをドライブさせても超一級品のバランスのいいプレイヤーである。 ドラムソロのイメージが強いが、レコーディングでは、バディリッチや、ルイベルソン等と比べると、ソロは少なく控えめである。ただし、バッキングをしているだけでも、その存在感は相当なものがあり、フィルインでのシンプルなスネアのアクセントや、バスドラムの一発だけで聴衆を沸かすことができる、強烈な魅力を持つ。音楽理論は、レッド・ニコルズ楽団にいたグレン・ミラーに、四分音符。 八分音符といった基礎の基礎から教わった。また、新しいフレーズはいつも彼に歌ってもらってから頭に入るまで練習したという。キャリア初期は四分音符でライドし、二拍四拍のバックビートはスネアの上を軽いプレスで転がし、シングルストロークロールによるアクセントを利用したリズムが持ち味だったが、後にニューヨークへ戻り、ドラムテクニックを一から見直す修行をしたという。 昼間は練習パッドで7時間程度の個人練習を行い、夜にはステージでソニーグリアーなどの優れたドラマーやタップダンサーを見て勉強し、自分のスタイルを作っていった。クルーパは世界で初めてタムタムやバスドラムを録音に使用したことでも知られる。ドラムに対して非常に研究心旺盛であったと言われており、アフリカにおける太鼓のルーツも熱心に調査していたとされる。 ツアーの際は、ドラムセットを収める8個のトランク以外に、本番で急に故障が出た場合に備え、ドラムセット応急補修用の小道具や、代替部品を入れた箱と、着替えの下着類を詰めた大きなスーツケースを持ち運び、常にそばに置いていた。特に校舎は、演奏が終わると、頭の先から、つま先まで、全身汗だくになるので、1ステージごとに着替える必要があるためだった。 1990年頃、日本人クルーパ協会の電話インタビューに対して、ジョージ川口は、日本において、クルーパのレコードの販売数や人気が、同時代のベニー・グッドマン、カウント・ベーシー、デューク・エリントン、ウディ・ハーマン、チャーリー・バーネット、グレン・ミラーなどと比べて、低くとどまっている実情について、ビッグバンドのカラーが薄かったからとし、また、日本では、トラディショナル・モダン問わず、マイルス、 コルトレインと進化型のミュージシャンが圧倒的に人気があることも理由だねと指摘している。マイルス・デイビスらとは対局的にライブでは常に観客の反応をよく見て演奏していたと言われる。演奏中出した音通りの表情を見せることでも知られた。クルーパは自身のバンドにおいてロイ・エルドリッジ、アニタオデー、バディ・デ・フランコといった才能ある人材を発掘して、 高い人気を博し、バンドリーダーとしても高い手腕を発揮した。このうち、アニタオデイは、クルーパの楽団に入る前、ベニー・グッドマンのオーディションを受けていたが、歌に対する感性が足りないと不採用になっていた。クルーパのミュージシャンを見抜く目は、演奏スタイルの異なるプレイヤーにも敏感であり、来日時に演奏をお耳にした、秋吉俊子について、彼女はアメリカに連れて帰っても大成すると言い切った。 なお、秋吉は後にクルーパと同じレコード会社、クレフレコードと契約し、レコーディングを行った。人種差別の激しかった、当時のアメリカ社会において、クルーパは、グッドマン同様、人種に対する偏見を持たずにダミーを採用していた。黒人であるロイ・エルドリッジは、出演先のホールで警備員に入管を拒否、されるといった事態が発生することがしばしばあったが、その度クルーパが、 うちの楽団のスターに失礼なことをするなと警備員を叱ったという。クルーパは1950年代に来日したアメリカの他のジャズメンたち同様、日本に第一次ジャズブームを生み出す火付け役となった。1952年4月19日、クルーパはチャーリー・ベンチュラとのトリオで初来日した。東京、横浜、名古屋、大阪での公演のほか。 日本ビクターの築地スタジオで6曲のレコーディングを行った。レコーディングのスコアには、クルーパ楽団のヒット曲、ドラムブギのほか、日本の楽曲、工場の月及び、少女寺の狸林が含まれていた。この録音は後に SP 版と EP 版で発売された。少女寺の狸林収録時、クルーパはスタッフに、狸という動物について、詳しく尋ねた。 プロデューサーの河野隆二は曲の由来である、狸林の絵本をクルーパに見せた。クルーパはタムの上に絵本を置き、15分ほど無言で考え込んだ。後、よし、思いついた。イントロはこれでいこう。テディ、これでどうだと声を上げ、演奏をスタートさせた。タヌキがちょこまかと動く様子をテーマに入れ、ドラムソロではタヌキが腹包みを打つイメージをシンプルに表現している。 ティンパニ奏者の小森壮太郎が、畑は違いど、同じ打楽器奏者として話がしたい、と来日中のクルーパと対面した際、ドラムとしても、バンドとしても完全無欠ですと感動を伝えた。クルーパは、私もティンパニを叩くことがあると答えた。クルーパは1953年11月、ジャズアットザ・フィルハーモニックの一員として二度目の来日を果たした。1六十四年には、 ワールドジャズフェスティバル出演のため、事故のカルテットで3度目の来日をした。この時東京のジャズクラブ、ハトでセッションを行っている。ありがとうございます。